ストローブ松は松か松属の樹木である。木材利用等で有用な樹種との評価を受けており、丸太や製材品の形での取引も多い。材が白い松であるから、原産地ではホワイトパイン、イースタンホワイトパインと呼ばれる。イースタンはアメリカ合衆国の東部に分布していることを指し、同西部に分布するピーニュースモンアッコラと区別するためである。他にもノーザンホワイトパイン、 ソフトパインなどとも呼ばれている。イギリスでは、ウェーマスパインの愛称も知られている。アメリカの先住民族インディアンの部族うち、本種の分布地域を拠点とする、色濃い連邦では、本種は平和の木として崇められている。ホワイトパインの愛称を持つ木は、松族の中でもさらに、ストローブア族に分類される。いわゆる模様松の一つであり、信用は一般に5枚が多場制しており、 落葉性の鞘に包まれている。葉は柔らかく、青みがかった緑色をしており、長さは5トルから1 3トルである。葉の寿命は約18ヶ月で、寿命が来ると鞘と共に落下する。松傘は赤茶色で細長く、長さが8から1 6トル幅が4から5トル程度である。日本の一般的な松同様に林辺を持ち、 個々の林片は先端が微妙に反る。種は長さ5ト、mm、ル程度、15から2 0ト、mm、ルほどの細長い翼を持っており、風によって散布される。松傘の成熟には3年から5年を要する。成木になるには200年から250年かかる。一部の個体では400年以上生きているものも発見されている。 ニューヨーク州シラキュースにあった個体は1980年時点で458年生であった。ウィスコンシン州やミシガン州の個体は500年生に達している。本州は火災に対しては少し耐性がある。成り木が火災で生き残れば、既存の植生が壊滅状態になったところに種子を散らして、効率よく成長、繁殖ができるためであると考えられている。 火災で燃えてしまうために野生状態では、幹の下半分には枝がついていないことが多い。ゾウオムシによる食害や菌類による病害はなりきにも被害を与える。特に菌類の感染によって発症する御用症類、発震サビ病は、1900年代からアメリカで大流行し本種を含む御用症類に壊滅的な被害をもたらした世界三大樹木病の一つである。 五葉松類発信サービ病は北アメリカの五葉松の間で大流行した菌類による樹木の病気である。原因はサビ菌。菌の放子体が樹皮に出現し発進のように見えることからホワイトパインブリスターラストと呼ばれている。本種においても流行し多大な被害を出した。発信サビ病による大量死は20世紀の初めには50%から80%に達した。 北米で流行したこの病気の菌類は、そのライフサイクルの中で二つの宿主を交代で過ごさなくてはならないことが知られている。一つは、まずでもう一つは、すぐり属の植物であり、そのどちらが欠けてもダメである。だから、森林管理者たちは、もし片方の宿主植物を完全に取り除いたら、病気はなくなるかもしれないと考えた。 この考えに基づいて決定した活動が始まった。商業用の松を育てている土地の所有者たちは、スグリ属の植物を見つけたそばから引き抜き、処分した。この目論みは成功し、被害は減少した。抵抗性品種の開発なども、相まって、発信サビ病による故死は3%にまで低下している。今日ではアメリカにおいて、野生のスグリ属の植物は以前と比べて、 かなり少なくなった。いくつかの野生のスグリ族の植物の栽培は厳しく、制限されるばかりでなく、違法となることさえもある。一方で、スグリ族の中でも商業用の品種は、サビ病に対して高い耐性を持つように、作り出されている。原産地は、北アメリカ東部、具体的には、東は、ニューファンドランド島から、西は、 アメリカのミネソタ州やカナダのマニトバ州南東部まで南端はアパラチア山脈でこれに沿ってジョージア州北部までの範囲に分布している日本では北海道を中心に植林されている本種は水はけの良い土と冷涼かつ多湿な環境を好むが沼地のような水はけの悪いところや逆に岩場のような乾燥したところでも生育する他の種と混成するような場所では 高い受講を持つ本種は他の種に対して優先種となり、イスカのような森の鳥たちやリスのような哺乳動物に食べ物と隠れ家を提供する。小舟が船の主役だった時代には本種を含めホワイトパインはほぼ春マストに最適であった。アメリカがイギリスの植民地だった頃などには良い流木はイギリス海軍が予約しており、その木には イギリス所有の印が付けられていたほどである。小さめの個体は生きたクリスマスツリーとして使われる。本種の葉はレモンと比べて約5倍のビタミン C を含み、また毒性もなく食用にできる。このためにハーブティーなどとして飲まれることがある。ポリフェノールの一種であるレスベラトロールを生成する時の原料にもなる。ありがとうございます。